川越館は、埼玉県川越市上後に所在した、日本の城。川越市の北西部、入間川右岸に位置し、約2町四方の締め字規模を持つ、館跡遺跡。国の史跡。坂東八平市である、秩父市の着景にあたる一族川越市の館である。川越館を起こしたのは、初代の高市、あるいは父親の重高とされる。川越市は、平安時代末期に、 川越僧の開発領主として、勢力を伸ばし、治療を後白河上皇に寄進し、その召喚となった。川越重頼の時源頼朝に徴用され、その娘が源義経の制裁となったが、義経没落の際に演座して重頼は中殺された。しかしその後も、川越氏は武蔵国における在庁筆頭閣として、鎌倉幕府有力御家人の地位にあり、 よしに連座して、川越市から剥奪されていた、武蔵国留守所創建行職は、主家よりの三男、住院に再任され、川越館は、川越市の館としてだけではなく、幕府の武蔵国政長として機能した。室町時代に至るまで、映画を誇った川越市であったが、大安元年武蔵平一期以降没落し、一期の大将、川越直重も伊勢国に敗走して、 川越館に関する記録も歴史の表舞台から消えていった。戦国時代諸島の長教の乱の際に関東館令、上杉明貞が川越城を攻撃するために7年にわたってこの地に陣を構えた。また、新編武蔵風土機構には上後に大道寺正重の取り出があったと記されており、その取り出は川越城築城後も出城として機能していたと推測され、 豊臣秀吉の小田原征伐の際の天正18年に川越城落城と共に廃城となったと考えられる。なお、館跡の一部は現在は自衆の寺上落寺になっているが、これは川越館の地物堂に始まると言われ、自衆の道場として栄えた。川越館跡遺跡は現在の川越市市街地の北西、入間川西岸に接する平地にあり、その南東部を占める、 上落時境内を挟んで、東西約150メートル、南北約200メートルの方形の区画を思わせる、高さ1メートル内し3メートルの土塁を呼びその、外側の堀が一部依存しており、全体では、東西約240メートル、南北約300メートルの規模を有する。土塁は1畳空堀は20になっており、 館跡北東の幅約11メートル、深さ3メートルの外堀はかつて、入間川と繋がっていたと思われる。川越市教育委員会による1971年から1975年に、かけての発掘調査によって、平安時代末期から戦国時代にかけての堀や井戸、住居などの遺構が検出され、新編武蔵風土機構が、上後村上落寺の挿絵として描いた、 川越赤か跡のほぼ全容が解明されるに至った。その結果、遺跡は特に、鎌倉時代から室町時代にかけての関東武士の中世上官の様相を考察する考古資料として、極めて重要であるとして、1984年12月6日、川越赤か跡の名称で国の史跡に指定された。また、1989年、 川越市が史跡管理団体に確定し、2009年には第一期整備地が川越赤田跡史跡公園としてをオープンした。また隣接する上五小学校の秋教室を利用した資料展示室が設置されており、日曜日の10時15時のみ見学可能である。ありがとうございます。